えー、植民地って言いますけどもここからはちゃ,んとちゃんとした知識を皆さん持ってほしいんですけども日本は韓朝鮮半島を植民地にした事実はありません植民地というのはですね、まあ、字を見たら植民地これはあの、まあ、実質ね奴隷扱いするようなもんですよ植民地ね植民地というのはほら植民あの収奪をするのが植民地の定義ですから だから宗主、えー、国は植民地からなんかいろんな財産を集奪していくこれが植民地の定義です集奪してなかったらこれ植民地じゃないんですから例えば植民地にすると何が起きるかというと植民地の人たちの労働の成果は宗主国が吸い上げていくわけです植民地の人たちが働けば働くほど宗主国があの豊かになっていく 世界中の列強と言われる国々はみんなそれをやってきたわけですよ。例えばイギリスだって世界中に植民地を持ってました。その一つの代表が、まあ、インドでしょう。インドの人がど,どんなにどんなに働いたって彼らは一向に豊かにならない。その富はみんな植民地の、あの植民地から宗主国の方に吸い上げられていったわけです。ちなみに東アジア、見てください。東アジアね。東アジアの国々で 植民地にされなかった国は2カ国しかありません。日本とタイ。それ以外の全てのアジアの、東アジアの国々は何らかの国の植民地になっています。ちなみに、先の大戦が始まる段階において、えー、どうだったかというと、アジアの国々は4カ国の植民地になってました。 日本とタイを除いてね、4カ国の植民地です。一つはアメリカです。それからフランス、イギリス、オランダ。はい。アメリカ、えー、イギリス、フランス、オランダ。日本とタイを除くすべての国はこの4カ国の植民地でした。例えばフィリピンなんか、アメリカが植民地にしてましたよね。えー、最近話題のミャンマーは、あそこはイギリスが植民地にしてたわけですよ。というふうにですね、えー、アジア、東アジアのもう、この2カ国以外は全部植民地だったわけです。ね えー、で植民地にすると、収奪するんです日本が韓国、朝鮮半島を植民地にしたのじゃないという主張の根拠は基本的に4つあるんですけども1つ目は、収奪をしていないということ収奪をしていないだけでもう完璧にこ植民地とは呼べませんで2つ目、武力を用いて併合していないということ 普通植民地にするときっていうのは、俺たちの言うことを聞け、聞かないと、逮捕撃つぞ、みたいな、あの、ペリー来航みたいな、あんなことをやって、軍事力で脅かして、すいません、じゃあ言いなりになります、とし言って植民地になるわけですから、えー。日本は韓国を植民地にしていないというのは、一番集奪をしていない、二番武力を用いていない、そして三番目、その日本が統治している間、文化力を向上させましたね。そして四番目、えー、植民地っていうのは普通は、 植民地の人は差別するもんなんですよ。ところが日本は差別をせずに同化させようとした。日本人にさせようとしたわけですで。この4つから見てですね、植民地と定義することは全く不可能。はい。併合っていうのは結構ハードルが高いんですよ。植民地の方がハードルが低いの。だって、めちゃくちゃやったって許されるんだから。えー、植民地はハードル低い。 併合はハードルが高いんです。なぜかというと、併合したところは自分の国になっちゃうわけです。例えば、日韓併合って、韓国、朝鮮半島併合したら、朝鮮半島は日本になっちゃうわけです。そうすると、彼らは日本人になっちゃうわけですよ。もし経済格差あったらどうなりますそれは貧しいところから裕福なところに、どん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 人が来ますよね。これ、これ、国としては大変ですよ。実際に併合して、ふらふラフになった国がありましたよ。ドイツでしょう。 はいベルリンの壁が崩壊して西ドイツと東ドイツが一緒になったこれ大変だったんですよドイツあと一歩で国が破綻するところだったんですからだってほら東ドイツはものすごい貧しいのインフラも整備されてないので西ドイツは豊かでしたよねで西ドイツの人は収入が高いけども東ドイツの人はめっちゃ収入が低かったわけですよで国境をポンって取ったらどうなります貧しいところから裕福なところに人口がぶわー移動してきますよめちゃくちゃゃくななことになります、えー でどうしたかというとドイツは国力がそこそこありましたから。 待ってみんなちゃんと整備するからって言って、えー、東ドイツにどんどん投資して道を作って発電所を作って学校を作って社会インフラ整備してだってあの、えー、年収だって東と西であんまり格差がないようにとにかく東ドイツにですねどんどん仕事を与えて仕事を与えてどんどんね収入が上がるように支援したわけですよそれによって今まで東ドイツがみんなね貧乏で西ドイツが金持ちという状況はなくなった均一化したわけですよそれをするできたのはドイツ 国力があったからですあの国力がなかったら東ドイツを併合した途端ポシャりますよ例えばね韓国と北朝鮮が一緒になったら韓国ポシャリますよ韓国の経済力が小さいですから北朝鮮を支えるだけの力はないですから併合するっていうのはかなりあのハードルが高いんです 武田恒康チャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。えー、動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。えー、本家武田恒康チャンネルでは毎週木曜日夜8時、えー、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。